こんばんは。ちょっと俺が YouTube 界でちょっとね、ちょっと、これはあかんなってことに対してちょっとね、言っていきたいと思う。正直。YouTuber が有名になると芸能人なんか、みたいな感じで崇める人がいるけど、それは決して違うよ。ただ有名になってるだけであって、別に特別な人でもなんでもないからね、正直。そう。そうやって人のことすげえと思うやつは、絶対に自分はすごいやつになれないよね、本当に。例えば、ヒカキンがすごい有名になって、すごいって思って、思うじゃん。もう、そうなった時点で、もうヒカキンみたいになれない。ヒカキンなんか大したことねえ、みたいぐらいのモチベーションで生きていかないと、人生成功できないと思う。それは何事にも言えるよね。例えば、自分よりすごい人がいて、そいつはすごすぎても追いつけねえ、みたいな思った瞬間、その人を追い抜くことはできなくなるんだよね、正直。ああ、あいつなんか楽勝だわみたいな感じを持って努力できる人間がトップを目指せる。俺はそう思ってるよね。本当に大物 YouTuber を芸能人ってとして勘違いするね。人たちがすごいいるから困る。ラジオやちなんて、あいつセミナーやってファンから1人1000円ぐらい巻き上げてるけど、あいつは決して芸能人でも何でもないからね。ただの一般人やと。一般人が普通の人が1000円回し、会うだけ巻き上げるっていうのは、俺は人として好きじゃない。そういうのは無料でやるべきだ。会場代っていうのは、ラジオ味の会場代っていうのは、あれ、MCN っていう会社が出してて、そう、出してんのに、あいつらは1000円、ま、1000円入場費として巻き上げてるわけだよ。で、自分の懐に入れてる。っていうことを考えれば、そう、みんなね、大物 YouTuber を芸能人としてちょっと、思ってるのはすごい間違いだと思う、本当に。大物 YouTuber を本当、スーパースターと思ってる人も多いと思うけど、それは違うんだよね。あれもただの一般人だから、本当に。ね。そう勘違いしてほしくないよね。俺は別に有名にならんなってもならなくてもいい。どっちでもいいけど、俺がもし有名になったら、別に俺はね。俺自分が有名になったからすごい人間だ、みたいなこと言うつもりもないし、ね。普通に、ね。普通に、まあ、オフ会とかやって無料であるしね。まあ、なんて言うんかな。特別な人間だったら絶対思わないよね、有名になっても。それを特別な人間だと思うことがおごりだよね。よくヒカキンがさ、自分のことをなんか、天狗になったらおしまいって言ってるけど、自分のことを芸能人だと思ってるわけじゃん。そう、自分のことを芸能人だと思うこと自体がもう天狗なんだよ。もう、ヒカキンは本当に天狗。もうそうなった時点で正直、おしまいだと俺は思うよ。もう、正直、天狗がダサいしっていうか、もう正直自分、ヒカキンは天狗だと思う。俺はそう思ってるから、本当に。もしそういうことで、もう言いたいことは言った。じゃあね、ふわふー。